はい、じゃあ続きまして、ブリーズとウィズキットの回ですね。でこれ現地は10時から、あ違う、11時から12時の1時間のセットです、はい、の一部、はいはい、9時から始まってるんだったら第1山場みたいな感じで、ね、そうだね、まあマーク・ブリーズとウィズキットはもう超スター同士の組み合わせがね、でも1曲目からフラッシュライト、フラッシュライト、はい、これもうすでにもうあの上羅の男とが現れてるな。てかもうみんな関係、テンション上がったから脱ぐとかじゃなくてもう常に脱いでるあ、まあビーチだからね、そう、そうだね、うん、もう振り回しちゃったもん、うん、フラミンゴのフラミンゴの首がもう、うん、で、まだ今のところ MC はワトシーなのかな。そうなんです、そうなんですよ。本当であればこの、マーク・ブリーズの時間はフライヤー上ではレイバーベイビークラシックセット、マーク・ブリーズ&ウィズキットなんですけれども、うん、ウィズキットはまだ到着していないというですねどういう状況なんですかこれは。いやだからさっきのあのワトシーが携帯を見てたのはやっぱり本当にウィズキットからの何分遅れるみたいなやつの動画の1本目でね、1本目をね、1本目もね公開されてるはずなのでチェックしてください。あとこのね、今頭下げてますよ、すいません先輩が遅れてすいませんってまあここからはね、ウィズ、レイバーベイビークラシックスセットだから、うん、まあ大体、2008年ぐらいから2012、3年ぐらいまでの UK ハードコアになるのかな、黄金期ですね、黄金期に最高、はい、ちなみにあれですね、我々こうやって喋ってるこの副音声版というのを今やってますけれども、はいはい、まあこのね、我々の喋りがうるせえぞってやつ人はですね、うん、入ってないバージョンがもう公開されてますんで、されてますから、はい、それのリンクも詳細のところに載せておきましょう、うん、URL を、ね、はい、載せます、はい、概要欄に、概要欄載せますって我々が載せ、アップするやつだから、ああそうそうそう、あ、勝手にアップするやつね、かっ、え、だからチャンネル変えるでしょ。そうだよ、これはあれだよ、だからウィーケンドレーバーのとこでもいいかなと、あ、でもどっちでもいいけどね、あ、まあ俺はどっちでもいい、うん、うん、私もどっちでもいい、うん、あ、てか私は私の方なのかと思ってた、あ、じゃあ、あ、じゃあそうしよう、うん、そっちは見やすい、わかりやすい、じゃあウィーケンドレーバーズのサブチャンでこっちを紐付けとくわ、うん、あ、そうだね、あ、なんかやってます、あ、カメラ大好き、お、さ、お、最前線、お、リュウカ、お、来た、あ、来た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 、いや、ウィズキット来たから私前に行ったんだと思う、ああ確か、あの、俺マジでこれ初めて見たとき、はい、何にもうわーと思いすぎて、あの、涙腺がこう、ブワ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 ってこう濡れてきた、コアラのおじいちゃんしかもこの至近距離でさ、見る映像はなかなかないもんね、いや、あのね、YouTube どんだけ探してもこの距離でちゃんと見れるのはない、やっぱビッグレイブとかだと、やっぱこれのいいところはビッグレイブじゃないっていうところがいいんだよね、そうなんだよね、距離がどの道ね、やっぱビッグレイブだと、いやだから日本でいうとこのウームと DJ ブースの、ウームの最前列と DJ ブースぐらい離れてるけど、そうだね、こんなに近くで見れることはないと思うよ、うわー最高、これは結構ウィズキットの中では結構有名なお箱の、うん、お箱のリリックのね、ダータラッターですね、ていうかさ、このさ、ちょっと遅れて出てくんのもそうね、かっこいいんだよね、ちょっとそう思っちゃうよね、うん、いや、今度石くん、もうDJ の最後の曲ぐらいで登場したベロベロで俺の、DJ シマウラウィズ MC その時に俺の最後の曲ってやったのに、まあでも俺、ウィークエンドレーバーズで端で寝てて自分の曲かかったから端からステージに飛び移るっていうのをやったことあるで、靴がなくなった、一回止めてのてますよ、いやすごいですね、これがやっぱこの人がやっぱりすごい人気の MC だっていうのは物語ってるよ ね、うん、やっぱしかも今日本だとあ、こっち OK、 これやばい、これがウィズキッドのお箱、みんなが歌えるやつ、はい、ポンポン、ほら会場がポンポンって言ってるでしょ、ポンポン、
でこのリリックがウィズキッドの多分リリースでいうとデビュー作。そう、Run to Me のブリスクリミックスの中で、うん、ウィズキッドが突然登場。しかもなんか若干サンプリング系なんだよね、このリリックは。だけど本当の曲聴いたら全然違うって感じ。なんか黒人が歌ってたし、ほぼオリジナルラップっぽく、ラップの曲じゃなかったし、うん、はい、これドゥドゥルドゥもこれウィズキッドのおはこ、ドゥドゥルドゥって言ったらドゥドゥルって言わなきゃいけないっていうもうルールです。でもさ、こうやって多分な見てる人もさ、そのさっきまで見てたワトシとまたさ、うん、ウィズキッド違くて、うん、でかつどっちもさいいっていうかさ、 そうだね、そういうのちょっとねチェックしてもらえ、見てもらえるといいかな。 MC の良さはそこだと思うんだよ ね、やっぱオリジナリティというか、そのセット、同じ DJ の同じセットでも MC がいた、違えば雰囲気が変わるっていうのが、グルーブが変わるんだよね、 MC のいいところだと思う。多分そのビートの取り方とか言うこととか言葉選びとかっていうのが多分全部この MC のオリジナルだから、そういうのが多分面白いんだと思う。そうだね、うん、ほらみんな手伸ばしますよ。あ、これね、もうウィズキッドに触りたいっていう。俺も触りたいよ、こっち来て来て来てっていう。だからもうジャニーズのライブとは全然変わんないよね。今の肩車してたのが私の列の前に並んでた子たちで、一番最初に私に話しかけてくれた子たち。まあ、仮に花子さんとしましょうか。いや近いな。近いんだよ、顔が映ってないもん、もう。いやそんなことないってマジで。いやマジでないって、これすごいよこれ。これマジで歴史的。本当にだよ。あとお財布がすごい落ちそうっていうのがね。本当に永遠に気になっちゃって、もう誰かに取られちゃうんじゃないかなって思っちゃう。いやてかね、このウィズキッドが曲と完全にマッチした MC をしてって、お客さんがウィズキッドの MC に完全にマッチした反応をしてるっていうのが、いやほんと最高だよ。もうこの何、まあ20年ぐらいでしょ、ハードコアでこうやってユキハとかでやってって、その間に作り続けてきたこの人たちの文化っていうのが、ね、そうだね、分かるよね。作り物じゃないわけだから、もうその自然、ほぼ自然とみんなそうしてるというか、ね、うん、アーティストだけが作った、クラブイベントじゃないっていうのがやっぱかっこいいなって俺は思 う、ね、なんかこう楽しませてくださいよ、ライブとか行くとさ楽しませてくれるんだろうなって思って行くのももちろんなんだけど、だけどここのクラブのお客さんたちは楽しみに行きましたっていうテンションがやっぱ一番なんていうかこう、多分こっち側のパワーも 100% 出す気で来てるんだけど 150% 出せるっていう雰囲気になるっていうのが、そうだね、このクラブの、もうほら客が立っても全然増えてるじゃん。もう乗り出してもね、ほらみんな携帯見してこれ見てっつって、新しく買ったんだっつって、新しいスマホ買ったんだっつってスマホだけを見せてるね。そうそうそう、文字とかじゃなくて、この T シャツかっけえな。本当か。色変だけど。なんか書いてあるカレー屋さんみたいな。でも一番ウィズキッドが着ててかっこいい T シャツはカタカナでレモンって書いてある。あれだ、なんとかアウトドアだよね。あれ、 あれサンクチュアリじゃない、サンクチュアリか、うん、サンクチュアリだけで、サンクチュアリアウトドアで、あそうか、ああ、サンクチュアリはもうやってないけど、うん、野外でやってた、野外で、ね、そうそうそう、いいね、かっこいいね、ガマートのセットですね、最高。いやでもね、やっぱこう男たちの、うん、やっぱ服装を見るとやっぱ本当にヤンキーかクソガキって感じで、 そうだね、それがやっぱかっこいいよね。そうね、うん、なのにこんななんかハッピーな音楽聴いて、そうそう、なんかしかもなんか生きてないっていう、そうだね、いや根がいいやつみたいな、うん、そうそうそう。まあそこはやっぱこうブリティッシュ的な感じが俺はするけどね。やっぱイギリスやっぱね、行ってみると分かるけどやっぱ居心地すごいいいから、素晴らしくいい。でイギリスご飯まずいって言うけど別にそんなことないんだよね。全然うまいね、うん、いやだから本当にイギリスの情報が日本に入ってきてないって思った。それはあるね、うん、いやもう日本だからもうほんとアメリカの情報が多いからね。まあ確かにね、だイギリスの固定概念が結構あるんだけど、そうそうそう、イギリスは結構常に変わってる国だから、全然もう情報とは違う。今はねまた結構いろいろ、まあ EU 離脱とかでまあ揉めたりとかしてるし、うん、だし今最新で入ってきてる UK ハードコアも別に UK の人たちが
全員がそれを好きだってわけではないっていうのが結構あって、それでいいんだもん、うん、そのこのゴールドスクールの時でが一番好きだからこれでいいっていう、そう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 、人たちもいるから、はい、だからそれでいいなっていう、なんか本当になんかバトルがないっていう感じ、うん、そうそうそう、いやだから日本の場合だとさ一個のものしか認めないというかそういう感じだけど、うん、もういろいろあっていいみたいないうのがちゃんとできてるってこと、そうだね、やっぱそれなんかこうやっぱユニティの塊があるよね、そうそうそう、まあユニティってすげえ難しいと思うんだけど、感覚的に。でもこの人たちユニティをやりましょうって言ってやってるんじゃなくて、いやもう教育にあるでしょ、そうそうそう、生まれつき、そうそうそう、まあほら日本は島国でね、一つの、でもこっちイギリスだって島国、おー本当だ、いやでもほら島国でもさいろんな人種がさ割と混ざりやすいわけじゃん、ヨーロッパ大陸からさ、まあでもこれからなってくると思うよ、そうだね、いっぱい来るから、うん、今かかってるのはパラダイスシーザーライツ、シーザーライト、スタイルズ&ブリーズリミックスと、まあスタイルズ&ブリーズはねこの時期いい曲いっぱいってか、これだったら私が持ってる1999年のテープパックに入ってる曲でこれ聴いてたのか、私はその時からこれがもう2019年までかかってる、ブリーズはやっぱ DJ がうまい、 DJ いいよね結構、でもだからアビダンとか俺がやってるハードカービリーバーとかもやっぱこのこういう感じやっぱ意識してるよね、俺はあの結構あの UK の MC を結構再現したいっていうタイプの MC なんで、褒め合ってるいいねってこれほんと DJ がさほぼ見えないよね、うん、頭頭がちょっと見えるぐらい、いや結構だからその面で日本と真逆だよね、あとクーラーが最新っていうクーラー、あとクーラーがめっちゃ照明上こう目立つっていうねブリーズより目立つ、あともしかしたらブリーズちょうどあの空気吸うところにの下にいるから暑いかもしれない今なんか飲みました、あーもう最後最後ピアノ、ディヴァインインスピレーションザウェイブリーズ&スタイルズミス、こ今僕が読んでるこのあれですね、プレイリストはですね、アビタンが、あ、キチガイの人ですね、そう、気が狂ってる方がそのこのもうアップされてる YouTube の動画を見てあまりにも興奮してしまって、はい、勝手に作っていたというすごいよねお願いしたんですよね、この副音声撮るからプレイリスト作ってくれないかって、ガイドにしたいから、ね、そう より正確な、情報を出したいからって言ってやったらメール送ったら作ってっつってね、すでに、うんうん、勝手に作っておりますそうお願いするまでもなくううもうありますっていう、うん、それを聞いた時は本当に背筋が寒くなりました俺LINE でバカ野郎って言っちゃったもん怖すぎてすごいよ、やばいですね、うん、変態ですね、で次の勝手に、副音声つけるときはあいつも読みましょう、いいね、そうだね、絶対あとさやっぱウィズキッド、まあ多分私も知ってたのかもしれないけど、うん、ウィズキッド結構曲のキーにさ、うん、声あわ近づけてさ、うん、やるよね、そうだね、このそれがまたさ気持ちいいっていうかさに追加されるような印象があるな、こうやっぱ歌がね、お歌がちょい歌入れるよね、そうそう、お歌がお上手な、お歌がお上手なお歌がお上手風に歌えるって感じ、あ、そうね、ウィズキッド武士みたいな、ただモンスターキャットから出てくるから全然最悪ですそれは言わなくていいだろなんで言うんだよ、別にいいから、あーもう、あ、ここからこのカットが、うん、カットしてた部分で私が多分フロムジャパンってウィズキッドに見せて、うん、ここからはもうウィズキッドが私、日本人が一人いるっていうのを知ってる状態です、うんうん、おなんかこっち来るかお前だろ、お前が日本人だろっていうそして後ろでかかってる曲が最高っていうラブカムズバージョン 1.1、うん、ブリーズは頭小さいですけど体すごいデブですそれ言わなくていいだろ初めて会った時は本当になんかでかっと思って今のこの LED ぐらいあるんでしょLED の丸ぐらいあそこちょうど硬いのね、そういうことかブリーズはでも日本に来てますからね、一回ね、そうね、イチカが呼んだやつね、うん、コルタンティカかな、あれはもういいパーティーだ、俺だって、M、ブリーズ MC やったもんセカンドで、今思うとあれは本当奇跡的なパーティーですよね、もう今はない新宿アクシス、だからそう考えたら結構俺もガイタレの、ね、ガイタレというかこうスターたちの MC やってるかもね、うん、シエーエーエー、うん、
あ、もうこの一連のセット、これ絶対やります毎回。あーかっこいい。でもやっぱそうやってずっとやるって大事な気がするな。いやでも俺も最近だから、あのヒーワーキングはやりたいからずっとやってたりとか、あのピアノって、そうね、うん、ずっとやってたらピアノなんかだと大体みんな言う人増えたもんね、うん、てか俺 UK でこの、だから、これお姉ちゃんが行ったのが7月でしょ、うん、俺が行ったのが5月と6月の頭、うんうんうん、で自分たちのギグでピアノって言って、次の日会った外人においピアノって言われたのピアノ男ピアノ男いるけどね。あ、やべえ、 YouTube の YouTube の先輩ですよ。そうだよ、我々なんかただの不幸で人が撮ってきた動画にただ喋ってるだけなんだろ俺たちは言ってないんだからそうだよ、何偉そうにさ喋ってんだよじゃあごめんなさいごめんねでしょごめんねごめんねーだよこの動画見てる人面白いのかな、これ大丈夫かな。かっこいい、うん、もう完璧にもうボーカルが入った、これが、はい、これがこれです、はい、まさに目の前で行われましたね。これがコミュニケーションです、うん、だからほんとさ、例えばさその服かっこいいとかさ、うん、でも別にいいんだよね、なんかね、うん、多分ね、もう多分何でもいいんだと思う。お、来ました、撮られた。ビーズキットがカメラを持ってくれました GoPro を、ワピコ GoPro が、あ、映ってますね、真ん中に、はい、いや、もうだからこうやって見ると本当に奥が広いよね。そうそうそう、見えないもん。だから横も広いんだよ、ね、そう、横も奥も広いから、だからウームの、あの縦幅はウームで、横がアブリーズですね。ファブリーズ、オーブリーズ、ファブリーズDJ ファブリーズすげえ、めっちゃ良さそう。ちょっといい匂いする、ね、ファブリーズって俺名前変えようかなDJ ファブリーズブリーズ&ファブリーズ、うん、でもこうやってさ、日本から女の子が一人行ってもさ、まあ、うん、ね、一応安全に帰ってこれたってのもさ、まあ、運もあるだろうけど良かったですね。そうだね、確かにそうだ ね、ちょっと俺も心配だったもん、うん、一人で行くって言ってたから、うん、でも本当に怖い目とか嫌な目とかにはほとんど合わなかった、うん、いや本当これが、この人が何言ってるかっていうのも知りたいっちゃ知りたい、ね、うんうん、でもね、ウィズキッドリリックで調べると、この人が持ってるリリックの、曲じゃない、現場で使ってるリリック全部あの活字になってますファンの人、ファンの人たちが作って、だからそれをさ、ま、翻訳すれば、そう、だけどね、俺も翻訳、まあ、Google 翻訳なんだけど、だけど言ってんのはやっぱね、本当に内容はユニティって感じ、今日みんなに会えてよかったとか、本当に今日ここに来てくれてありがとうみたいなことをずっと言ってる、ずっと言ってるって言うと、なんか何こいつみたいな感じなんだけどそれ素晴らしいことなんだけど、いや、めっちゃいいじゃん、いい、マジでいいんだよ、これかっこいいよね。これがこれがクライフォーユーかな。え、これ結構東京でもかかってたよ、かかるかかる、私も聞いたことある。これがロストザプロプロットかな。でもこれ見て本当にあのやっぱよく結構言われるんだけど、うん、でやっぱその文化を知らない人が、うん、に別に知らないことがダメだよって言ってんじゃなくて、うん、MC いらないとかうるさいよとかって言われちゃうんだけど、これを見て本当にあの感じてほしい、これがいいんだよっていうことと、ハードコアという日本の、いやだから日本 MC はこれをちゃんとできてるから、うん、みんなだからこういうパターンもありますよというあれだよね。そうそうそう、だこれを見て見たけど結果的に私は MC 嫌いだったのは、それは UK でもそれはいる。そうそうそう、別に日本だけじゃない。だから逆に言ったらさ、その逆パターンで MC どうしても欲しいけど、例えば自分の地元には全くいないとかはさ、いう人もひょっとしたらいるかもしれない。そっちの方がちょっとかわいそうとか、そうだね、ね、どうしようみたいな感じで、だから自分でやるしかないみたいな。これはいい教材だと思う。そうだね、はい、まあまあ本当ね、MC 欲しかったらもう自分でやっちゃえばいいんだもんね。だってもはや本当ブリーズの見てるっていうよりも、やっぱウィズキット何やってに対してなんか携帯見ながらやってるのかな。いや動画撮って、あ、そう、石くんもよくやるやつ。ああ
あれだって石君の場合はあわよくばあれをポケットに入れてあのじゃあじゃあコミ君がこうやって人から携帯取って取ってやるよって取ってそれを携帯を下に落とすっていう、うん、うわーやっちゃったねコミ君いいやつだから多分落ち込んだろうな画面とか割れてなきゃいけよねすげえ面白かった。それ自分でツイッターに上げてたもん。あーそれちょっとやっぱみあしかもあとさお客さんがみんなさ何なんとかライブ何そう何かしらで配信してんだよ。インスタライブとか、うん、とかあのフェイスブックライブ、フェイスブックライブね、そうそうそう、みんなやってて。でもさそれ私思ったの、淳之介もよくそれやってんじゃん、うん、いやてか海外の行きたいやつの行きたいパーティーのやってる時よくフェイスブックライブで見るよ。そうだからだってこの人のやってるやつも今から パーティー入れたってなった後少し経ったらあのフェイスブックで中継したこのこのパーティー人がいて俺それ見ててあ今ハムでしょってあ私横で撮ってんじゃん。そうそう横の女の子ずっと撮ってんの。あとねやっぱ女の子本当に可愛くてしかも可愛いだけじゃなくてすごいね話しかけてきてくれるの、うん、あすごいなんか余裕があるというかいいちっちゃくて可愛い人かでっかくて強そうな人そうそう、ね、横にも縦にもねあの、パンチ力がありそうあほらおしゃべりしてる。あ一緒に撮ってるの。あそう可愛いフ控えめなババアがいます素人なんですぐピースしちゃうペロペロみたいな手を振ってましたけど控えめなババアいやこのレーザーすごいね、やっぱ出力超強くて、ね、どうなってんだよって感じなんかずっと当ててたらなんかほんと燃えちゃいそうだねいやこのあれでしょ LED の映像とリンクしてるからでしょこの燃えてるみてえね書いてこのあのファイヤーなんとかみてえなやつをさ火の輪みたいなやつで、ね、そうだったらこれずっと出てんのあいい曲。いやこれさこのさ、はい、グー出したらさ MC がグーしてくれる、ね、グーパンしてくれる原監督してくれるやつとかさこっち見てよって言ったら見てくれるんだよ、うん、この人のやっぱこの真摯さがさそうやっぱ人気の秘訣だよね、うん、そうか。あと私映像には映ってないんだけど肉眼で見た時にあの MC 呼んで、うん、こうやって一緒に写真撮ってるの。あそうだから日本だとさやっぱさそこがやっぱまださコンサート的なテンションがさ、うん、マナーそうだから、うん、呼んじゃダメかなとか変なちょっかい出しちゃ、うんね、邪魔しちゃいけないかなみたいな気持ちがあるね。これはだってでもレイブですからね。レイブはもう やっぱり役割としてそうじゃないじゃん。そうだね。いやマスターオブセレモニーそうこの人たちはなんかみんなが喜んでくれることをやるってそうね DJ とお客さんの間を取り持つ。逆に言えば日本とは真逆だよね。 DJ のがやってることが、主役ではないそ そうだね。 DJ はだから本当何そこの BGM を出す担当というかね。そうそうそう、まあ、もちろんリスペクトはされてるけどそこをちゃんと説明できるのが MC で、そうそうそう、で主役さんは主役さんは主役さん今ねお客さんと主役さんがお客さんが主役っていうことだから、うん、お客さんがやりたいことをやる。お客さんが主役を一言で言うと主役さん主役さんなんですね。はい、いい曲ですね。お、なんかついた、うん、いいね。なんだこの曲、これなんか持ってないな顔。いやでもなんかほんと多分結構もうすでにこれはさこのあほら向けてますよ。おお完璧にやばいよね。でねお客さんの中にはこのリリックを口ずさんでる人もいます。あそうそう、いやそれさ気持ちいいよね。だからほら日本でもさ例えばフロリダスカイとかみんな一緒に歌ってくれたりするのはさあれ多分フロアにいるお客さんは歌ってくれてる子たちはそれはそれで多分気持ちいいんじゃないかなと思うもん俺も。だってさ歌詞が変わることは絶対ないんだから。俺もあみんなやってますね携帯 MC の曲歌うしね。あなんか飲んだあ原監督あだからあれだよね石君はもう MC さんはこれを把握してるわけだから、うん、お客さんでさこうね原監督全然原監督やります、ね、私もたまにやってもらうね、もうあの変なちっちゃい
グラスを持ってくるんじゃなくて、そうそうそう、それより嬉しいよ。でもそうだよ、もうお酒とか継がれてないもん、ね、UK で、あ、俺らが MC 帯呼んだ時も帯は言ってたんだけど、出番が終わるまで絶対酒飲まないって言ってた。あ、で私も水飲んでたし。そうだね、だこの後出てくるストームも水飲んでた。そう、まあね、まあだからある程度そこはもう仕事というか、まあ、プロ意識でね。いやー、これ生で聞けたの本当嬉しかった。まあこれは本当に低音だから生で聞きたいよね。やっぱウィズキーとこのさ途中一時期からさ、そのボイスパーカッション的なものも入れてきたのが、うん、すごいそのウィズキッドの MC の幅が広がって、なんか俺は、うん、あーすげえなと思った。だからほらその前がストームが口スクラッチを入れるのに対して、うん、ウィズキッドはじゃあ俺はボイパで行くみたいな、うん、ロボ声とかね、ロボ声とか、うん、やっぱねこう主役さんがいるからね、うん、主役さんがやっぱり、ね、でもほらナンバーダブもさ、うん、あのボイパやるね、やるし、俺はあのウィズキッドのスタイルに憧れてるけどできない。いや、やろうよ。いや、やっちゃえって。どっちかというとあのストームタイプだから。あ、いや、じゃあスクラッチやんない。あ、これがあの、はい、ワドシーの奥さん。大きい、大きい人ね。あの、そのエピソードは面白いです。あの、ワドシーを動画で撮ってたら、ちょんちょんってやってきて、これ私の彼氏。この指差して言えばやったでしょ。そう。で、携帯の待ち受け画面を見せてくるっていう。それが何だったの？それ画面は何だったの？あの2人のツーショットの写真。ああ、ナダブマトシーのインスタに上がってます。ああ。でも鍵がかかってる。ね、見れません。私も見れません。いや、ウィズキーとも、もう曲の流れを把握してますね。こっからキックが入るの分かってるって。UK ハードコアを通ってきた MC だったらやっぱこの定期的に展開するっていうのは多分めちゃめちゃみんなやりやすいと思うな。展開？定期的に展開っつうの？だからその決まった小節数でどの曲が展開していくっていう。で、この後に例えばボーカルが入るとか、こっからブレイクが絶対入るとかいうのが、そうね、ある程度やっぱほら UK の人たちのこう形式美が、そう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 、まああの建物だったり、うん、まあ文化もそうだけど道とかもそうだけど、あのやっぱ形式美がすごい、うん、あの持ってる人たちだから、そう、ね、俺だからさずっと作ってるじゃん、うん、この形式美にをずっとやるじゃん、うん、たまにこれでいいのかと思うんだけど思うんだけど、でもだから言い方を変えれば、悪く言えば怠慢なわけじゃん、その、うん、なんつうの、変わらない変わらないだけどさ、だからいいのかと思うわけだよ、だから世の中どんどん進化する音楽いっぱいあるのにさ、この構しなんてね、構成とかさ、うん、そういう様式は変えないっていう。だけどさ急に変えるじゃん。確かにねこの人たちは形式美を形式美がマックスまでいったらやめます。やめます、ね。言える、まあそうね、勇気が、そうね。ハッピーハードカーをやり続けて、その形式美を続けた後に、うん、はい、ユケハードカーになります。ますあ、またカメラ撮ってくれましたね。いや、お客さんもう奥までパンパンですね、うん。これなんかさ、明かりが見えてるところだとさ、今だいたい多分東京で言ったらエイジアぐらいにしか見えないけど、うん、多分またもう一エイジアぐらい。とか、アゲハのメインフロアのちょっと狭いぐらい。あ、そうだね。アゲハのメインフロアが天井が低いから奥まで見えないんだ、うん、そうだね、うん、いや、すごいね。鳴り物はどうなの？鳴り物は意外とあ、ホイッスルや。あの、ホイッスルを入場の時にくれるの。それでみんなピーピー言ってるんだけど、うん、ピーピー言ってるって。あの、レイブホーンとかは意外と持ってる人は見たけど、うん、いや、俺もね、結構ね、もうレイブホーンでっかいから、そう、意外、わかる、わかる、あの、持たなくなっちゃったし、うん、でもね、やっぱね、でも俺はレイブホーンの音が上に向けて吹くと、すごく、なんつうの、
ホイッスルだとさ、うん、どうしても口の前で吹かなきゃいけないじゃん、うん、そうするとさ横にいる人がうるさくなったりするんだよね、まあ、とか、とか前の人、前の人が突然ビクッてする、ね、だから悪いなと思うから俺意外と本音だと上に吹けば意外と周りの人が突然じゃないっていうかなと、うん、だから、まあ、だからでもさ、ね、それもさある程度みんながそのフロアにいる人たちっていうか、うん、今日本のハードコア好きな人たちが、うん、ここでホイツラを吹くんだよとかっていうのが分かってくればあ、まあ、びっくりもしないそうだ ね、 確かにね、来るぞっていうのがだそれもだから動画にあげようよう、ね、ホイッスルはここで吹くべしそうね吹くと気持ちいいぐらいの感じだねそうそうそう、うん、あとあの LED の VJ は寝てんのかなあのあれ、ね、あのご飯行っちゃったか忘れちゃったまだトイレが並んでるとかねあー並んとかお酒並んで買ってるとかねあとタバコ吸ってる、うん、長いなそれタバコおおあもうビズキットリミックスが入ってますよ、ボイスパーカッションいいねでもさ、だからこうやってさブレイクをのお客さんを飽きさせないっていうかさ支配してる支配してることもできるよね、このボイパーが入ることによってねいやもうしかもやろうか、ボイパーがもうドーンチャンドーンつくドーンつくドーン全然あったよ俺、青は映ってんじゃん控えめなババアが控えめババア取られちゃった、うん、iPhone ババアに今マイクジジイが喋ってるジジババアDJ やろうとで意外とねこれあの分かんないんだけど、うん、明るい時にあのブリーズ見ると意外とねウィズキッドってちゃんと見てんのあブレイクで何かやろうかなと思ってもウィズキッドなんかやってたらやりませんとか言わせるとかなんかね意外とねなんかウィズキッドが喋るときにマイクこう音切ったりとかっていうのが意外とねそれは気づかなかったのやっぱやってる、まあ、俺らは結構さ、ね、横にいるからできるじゃん、うんうん、だからこれ前後でやってると結構すごいとそうだねだからでもウィズキッドも安心していろんなこと言えるみたいなのねあの俺は逆にエプロさんが言われたのはこっちがミックスしてるときに任せられる MC って俺はこの前褒めてもらったんだけど、うんうん、でなんか逆なんだよね、うん、こっちだと DJ が MC にがやりやすいようにやってるって感じ、うん、だから俺は結構石くんが MC 入ってるときはあちょっと雑なミックスしても大丈夫だってバレないぞバレないようにはーっつってやっても石川何も言わないときはあちゃんとやらないとやばいっつって聞かれちゃうんだけど石川なんか言ってくれててでおいおいとかやってるときはあもうこっちはもう適当なミックスでも許されると思ってはーっつってやってももう俺はね常に甘え根性が半端ないからだからそういうところもねあのチェックしてほしいですね半人前コンビでやってますからそうそう半人だから2人で1人前みたいなコンビ名が半人前曲がこれがこれどれだ I want you あ、VJ 起きたよ起きた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 本当だ起きたか通り際に1回ボタン押してかこの曲好きかあとあいつサングラスしてるあ、私の奥さんのそば来ちゃったじゃんいやでもワトシーの彼女もすごいもうずっと永遠に前で踊ってるから、ね、すごいねだから本当にそのワトシーやってる時も踊ってたもんねもちろんだからその自分の旦那が好きとか以前に MC が好きなんだなっていう最高だよすごいなって思った MC の彼女の鏡というかまあなんだろう DJ とかまあねこう演者の彼女の鏡みたいなところもありますよね常になんかやっぱ直球だからいいよねお客さんがそうね、うん、まあわざわざここまで来てだってさこのスタッフォードってところ場所、うん、俺も調べてみたけど、うん、東京から言えば東京から、郡山ぐらい福島の電車で特急飛ばして2時間ぐらいなんだよえ仙台の手前ってこと仙台の手前マジかよ、うんじゃあ名古屋ぐらいまで行ってるってこと名古屋の手前ぐらいまで、うん、だからそういうだから
まあ、俺もよくいろんな先輩の人から聞かされた話だと、要はロンドンじゃないんだと、うん、そのハードコアとかのレイブの本拠地はもうロンドンではみんなやらずに、うん、そういうロンドンっていわゆる東京みたいな場所から電車飛ばして2時間、うん、あらこっち向いて高速飛ばして、うん、数時間いた偏僻な場所で、うん、のクラブでにみんな UK10 のやつらがそう集まって、そこでレイブを一晩やって、うん、朝解散っていうのを、うん、がもうハッピーハードカーの時代から続くなんかそういう文化っていうか、うんうん、だって俺たちもとかみんな結構車で来てんだよね。そうそうそう、ほとんどが、いや、あこの人たち長距離移動に慣れてるって、そうそうそう、うん、慣れてるってか基本なんだよ、うんうんうん、俺がだってなんか知らない MC の車に携帯忘れた時にやべえ、もう携帯失ったわと思ったらあのフラガス&ダーウィンのフラガスが5時間かけてその携帯を取りに行って俺に届けてくれた時とか、すごいよね、やっぱこの人たち車をすごい運転するの得意なんだなと思った。あっ、あ、スペシャルガールって言われました。あ、もうこれ今紹介されてんだね。いや、みんなの歓迎具合がすごいね、こんな感動でしょ。でも泣いたよこの瞬間本当に。あ、ブリーズも拍手してるじゃん。嘘、やばい。だからもうお姉ちゃんがもうウィズキッドを日本に呼ぶしかないよ。そうだね、なんか私もそんな気がし、俺たちじゃないよ俺たちはもう毎年あのブリスクを呼ぶっていう仕事なんだから、これはブリスクブリスクカップルを日本に呼ぶのが仕事だよ。最悪もう犬も呼んでいいんじゃないかっていうねあの犬、だあの犬、あいつも飛行機に乗れない犬あ、じゃあダメじゃねえか。じゃあで、これが、ブリーズラストチューン、スライダーウェイかな、ストッパー。でも、今のここに日本人がいるぞってなった、うん、瞬間に、もうその後からみんなもうお客さんが、うん、フロムジャパンって私を見るたびに、もう話しかけてくる。かかくるお前、控えめなババアだろでも俺も言う、おハーコーネバダイって言います。あ、最高。俺はすぐ死ぬけどハーコーは死なないって。 I'll be back。 いやいや、このタイミングでやっぱいいことを言ってくるのがやっぱ感動したよね。そう、いや、なんかやっぱハードコアとさ MC ってやっぱさちょっとだけみんなね感動させようと思ってると思うんだよ ね。いや、やっぱだからロマンチストでしょ、うんうん、やっぱ俺もやっぱなんか感動させたいと思うから、うん、まあ多分それはさやっぱ来ましたよ。来たよ。来たぞ。もう見てよこの人気。もうウィズキッドでも、あ、さっきのワトシーより結構人気なんだなっていうのが分かるけどさ、これもナンバーワンレイブ MC、うんうん、もう間違いない。本当だよね、そのしかも完成の音量が違うもん、うんうん、しかもさ、それがさ、ただなんていうの、ずっとや先輩やっぱさ衰えそうだと思うわけじゃん、普通に考えたら、うん、日本の考えだったら、うん、でもちろん若い方のウィズキッドの方が人気があるだろうと思うんだけど、それを上回るエネルギーでぶっ込んでくるのは関係ない MC ストーン、ほらこれがね、いいですね、あのバナナ振ってるみてえになるやつ何なんだっていうね。この後もうね、マイクをほら、もうこれはやっぱ MC2 の時のあの感じなんだ、息の相方のね、この人たちは MC2 っていうユニットも組んでるんですよ、うん、MC のユニットだよね。ビズキッド&ストーンの、うん、MC2、 何年前の、何年前かというわけで、ここで映像が終わりまして、あっという間だったね、あっという間だったね、マークブリーズ&ウィズキッドのだって40分ぐらい、レイバーベイビークラシックセットでございました。とありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい。